現地は動転して、考える力も失った。ウコンはなおのこと、声を放って泣き、女主の変わり果てた亡骸にすがりつく。まさか、このままということはあるまい。夜の声は響くから、あまり大行に泣くな。と、源氏は、ウコンをたしなめつつ、自身も呆然とするばかりである。気を取り直して、先ほどの滝口の侍を呼び、ここに、もののけに疲れた人がいるのだが、これみつの館へすぐ行って、急いで来いと伝えてくれ。また、あざりが家にいるなら、それも一緒に、と、そっと言ってくれ。大げさに言うな、と言った。強いて冷静に、と、心を落ち着けようとするが、夕顔をこのまま死なせるのかと思うと、枠乱して、悲しみに打ちのめされた。風が荒々しく吹き出し、松の梢の音もものすごい。異様な鳥の声は、フクロウなのか。なぜこんな、心細い屋敷など、泊まったのかと、返す返すも悔やまれる。ウコンは悲しみと恐ろしさに夢中で、源氏の体に寄り添って、離れようともしない。もしや、ウコンもどうかなるのではないかと、源氏は心細く彼女を抱え、どうかすると、ミシミシと背後から何者かが近づいてくるような幻聴を覚えた。これみつ、早く来い、と心で念じながら、源氏は夜の明けるのを待ちかねた。暗闇は、そのまま、永劫に続く、無明の煩悩であるように思われる。思えば、この人を盗むように愛したのも、こんなところで死なせたのも、皆、自分のまがまがしい、愛欲の煩悩のせいなのだ。我が心からのせいで、この愛しい人を死なせてしまった。世に知られれば、どんな非難や死弾を受けることであろうと、源氏は知事に乱れた心で思う。夜が明けてから、やっとこれみつは来た。彼の顔を見ると、源氏は、張り詰めた心が緩んで、夕顔の死が現実感で迫り、不覚にもまぶたが熱くなった。これみつ、大変なことになってしまった。これみつにしても、若い者のことで、とかくの分別もすぐに浮かばなかった。ともかく、源氏がこの屋敷をすぐ去ること、夕顔の遺骸を人目に立たぬ山寺へ預け、ささやかに弔いをすることが先決でしょう、と言った。ちょうど知り合いの老いた尼が東山におりますゆえ、そこへまずお方様をお移ししましょう。それにしても、突然のことで、お方様は、お加減でも悪くていられましたか。いや、そんな様子はないようだったが、と、源氏は、魂の抜けた人のようにつぶやいていた。衝撃が大きくて、源氏は、夕顔の表に見入ったまま、時の経つのも忘れて、純粋な悲哀に心は浸されている。昨日抱き上げて連れ出した時は、あの人は愛くるしく微笑していた。
どこへ行くの？と言い、黙ってついておいで、と言うと、素直にうなずいて、逆らわなかった。しかしもう、あの微笑みも、優しい素直さも、二度と見ることはできない。彼女のまぶたは、白い貝のように閉じられ、唇は歯を見せない。源氏は力も失せ果てて、亡骸を抱き上げることもできないので、これみつが敷物に包んで車に乗せた。可愛らしく小柄で黒髪がハラハラと包みきれずこぼれるのも痛ましかった。源氏は柱に顔を押し当てて、おえつをこらえていた。お気を確かに、二条亭へ早くご帰還遊ばしませんと、日が高くなりましては、人目につきます。と、これみつは、傷よく慰め、車には、ウコンと夕顔を乗せ、自分の乗り馬は源氏に譲って、やっと恐ろしいこの屋敷を後にした。源氏は屋敷へ帰ると寝込んでしまった。どちらからのお帰りかしら、ご気分の悪そうな、と女房たちがひそひそと噂をしているが、源氏は食事も取らず、なぜさっきあの人と同じ車に乗って弔いに行ってやらなかったかと悔やんだ。せめてその間だけでもそばを離れず手を取り黒髪を撫でていてやればよかったと、帰らぬ悲しい後悔に身を苛まれるばかりである。当の中将が御所からのお使いでやってきた。さっぱり、昨日今日、お行方が知れず、帝はご心配でいられました。どうされたのだ。という、当の中将に、源氏は、汚れに触れたもので、乳母の家へ見舞いに行ったところが、おりやしく、そこの下人が亡くなった。御所には、神事の多いことで、汚れに触れた身ゆえ、慎んでいたのだ。それに、風邪をひいたらしくて、どうも具合も、はかばかしくなくて困っていてね。君からよろしく、相助をしてくれないか。では、そう申し上げておきます。と、中将は一旦出たが、また引き返して、どういう汚れですかね、詳しくお話願えませんか、と好奇心ムラムラという顔である。どうせ源氏の言葉を親友同士のことでまともに受け取ってはいないらしかった。いや、そういうものではない。ともかく具合も悪いので失礼する。源氏はいつもは心楽しい友達との冗談ごとも、今は避けたいほど気がめいっていた。ものを言えば夕顔のことで胸が塞がり、悲しみが吹きこぼれそうになるばかりである。日が暮れてこれみつがやってきた。どうだった、もしや生き返りはすまいかと、源氏は儚い希望をかけていたのだった。やっぱりダメでございました。葬式はお坊さんに頼んで参りました。ウコンが悲しんで後を追おうとして谷へ飛び込みかけたのを、やっとみんなで抱き止めました。五条の家の人に知らせようとしますので、まあ、
もう少し様子を見てから、と止めた次第でございます。源氏は額に手を当ててしばらくじっとしていたが、それは悲しみをこらえるための動作だった。青年はつぶやいた。これみつ、もう一度弔いの前にあの人に会いたい。顔を見たい。諦めきれない。17日の月が出ていた。鴨川の河原を渡る頃は、前句の松明の日に早々の地、鳥辺野が浮かぶ。不気味な場所であるが、源氏は悲しみに打ちのめされて、怖くも不気味とも思えなかった。物寂しい板屋に、これみつの知り合いの尼が住んでおり、僧の念仏が聞こえる。女の忍びなく声がするのは、右近であろうか。清水の方には、この間隠れに、ちらちらと日も見え、山系の人影も望まれるが、こちらは悲しく、しめやかに沈んで、静まり返っていた。入ってみると、右近は、意外と屏風を隔てて、泣き伏していた。火を背けてあるが、死んだ夕顔は、今も愛らしく、生きているように、ふっくらとして見えた。源氏は手を取り、すると、涙が流れた。声だけでも、もう一度、聞かせてください。なぜ、私を置いてゆく。短い縁だったが、まるで前世からの契りだったように、源氏は身も心も夕顔に打ち込んだ。つかの間の逢瀬を予感してのことだったのか。短くも激しく燃えた恋。一言、別れの言葉だけでも言っておくれ、夕顔。源氏は、死者の方を撫で、涙で頬を濡れるのも構わず、低くうめいた。僧たちは、死者とつながりの深いらしい男の出現を、いぶかしがりつつも、もらい泣きするのだった。右近はまして、うつつ心もなく、取り乱していた。幼い頃から、おそば離れず、お仕えしたお方様でございます。私はただもう、お後を慕って、同じ煙に焼かれとう存じます。もっともだが、別れというものは、いずれは来るのだ。諦めて、私を頼るがいい。私について、二条院へ来ないか。と、右近を慰めながら、源氏は、そういう自分こそ、消え果てて死ぬのではないかと思い惑い、目もくらむ心地がされる。夜が明けます、と、これみつに促されて、源氏は帰り道に着いたが、朝霧に巻かれながら思うことは、夕顔のあどけない美しい死に顔のことばかりだった。彼女の亡骸に自分の紅の一重が打ちかけられてあったことを思い出すと、馬の背から落ちそうに枠乱する。やっとのことで二条院へ帰り着くと、寝込んで起き上がれなくなってしまった。源氏の病気を聞き伝えられて、宮中でも父帝は非常に心痛遊ばされ、払えや祈祷を様々に試みられる。左大臣も重んじていられる婿君のこととて、その容体を心配して、自らあれこれと指図して、
看病のことも抜かりなく世話をされる。20日ばかりは夢ともうつつともわからず、枕から頭が上がらなかったが、やっと解放に向かった。初めて宮中に参るときは、左大臣が自身迎えに来られ、何くれとなく世話して、退出のときも自分の車に乗せて館へ伴って帰られるのだった。どんなもののけに見入られたもうたのやら。美しい君は天も読みしたもうて、早く召されるのではないかと不吉なことを噂するものがあり、心配いたしました、と左大臣は言われる。その親身な心配りに源氏は申し訳なく思った。伏している間に秋は深まり、源氏は別の世界からよみがえってきたように自分を感じた。秋たけて変な世の風趣に劣らず、源氏も思やせして男の生めかしさがそって見えるように、周りの人々には眺められた。右近は今二条院に身を寄せ、源氏に仕えている。あたりに人のいない宵、薄い色の喪服を身にまとった右近と源氏はしめやかに話すことがあった。なぜ私に隠し続けたのだろう、あの人は。誰の娘、どんな身分と打ち明けてくれてもよかったのに。お隠しになるつもりはなかったのでございましょうが、どうせ一時の浮いたお心から通っていらっしゃるのに決まってるわ、とおっしゃって、そんなことならと何もお打ち明けにならなかったのでございます。つまらぬ意地の張り合いをした。私も世間がうるさかったし、あんなに忍んで通わなくてはならない差し障りもあった。今はもういいだろう。あの人のことをすべて話してくれ。右近はまた涙ぐんでいた。何をお隠し申しましょう。お方様の父君は三味の中将でいらっしゃいました。大層おかわいがりになっていらしたのですが、ご不運続きで若死にされました。そこへ当の中将様がまだ少々でおいでの頃、ふとしたことでお通い染めになったのでございます。三年ほどは細やかにお通いでしたが、北の方様のご実家の右大臣家から怖いことを申されてまいりまして、お方様はただもう怯えてしまわれました。身を隠してあの五条の家へいらしたところでございました。お清和でいらして一人くよくよと物暗示なされるお性質の方でいらっしゃいましたから、小さな女の子を行方不明にしたと中将が不憫がっていたが、はい、おととしの春お生まれになりました。とてもおかわゆい姫君でいらっしゃいます。あの人の形見に引き取りたいものだ。当の中将にはいずれ話はするが、あの人を恐ろしい目に遭わせて死なせたと恨まれるのがつらい。その姫君を引き取って世話してみたいのだが、そうなりましたらどんなにか嬉しゅうございましょう、と右近は
涙ぐみながらも嬉しそうに言った。源氏は夕顔の話をいくらしても飽きない。年はいくつだった？華奢で痛々しいほどか弱く見えたが、やはり命短い生まれだったのだろうか。19におなりでございましたろう。弱々しく優しい方でいられました。右近はあの方お一人を主と頼んで生きてまいりましたものを。弱々しい女は好きだ。あまりハキハキして勝ち気な女は私には懐かしく思えない。どうかすると男に騙されそうな風の、男の心のままになるような気の優しい女がいい。おとなしいそんな女性となら楽しく暮らしていけそうに思うが、お好みに合った方でいらっしゃいましたのに、と右近はまた泣いた。この女房は美しい女というのではないが、情緒ありげで、まだ若く素直で、そば近く召使っていい感じの女だった。五条の家では女主と右近が突然蒸発してしまったように姿を消したので、みんな心配していた。鶴尾の息子などが夕顔を連れて密かに任国へ下ったのではないかと想像を巡らしたりしていたが、それにしても右近が何も言ってこないのもおかしいと言い合った。右近の方も夕顔の死に責任があるように責められるのが辛く、心にかかりながら姫君の消息も聞けないでいるうちに日は過ぎていった。伊予之助は10月初めに伊予へ下ることになった。源氏は餞別を送ったが、姫やかな贈り物としてかのうつせみに夏のあの一夜の思い出の薄い絹を返してやった。うつせみもしみじみした返事の歌をよこした。源氏はいつまでもうつせみが忘れられないが、うつせみもそうであるらしかった。しかし彼女は源氏が自分を忘れないのを嬉しく思いつつも、二度とあの夜の物思いを重ねようとは思わぬらしかった。